多賀城市、七ヶ浜町境界付近の低山運河低山運河は、宮城県の仙台湾沿いにある運河である。江戸時代から明治時代にかけて、数字の工事によって作られた複数の堀が連結して、一続きになったもので、低山堀とも呼ばれている。その名称は、明治時代の改修時に、伊達政宗の送り名にちなんで名付けられたものである。名取市郊外の低山運河では、 低山運河そのものや太平洋と隔てる堤防が各所で地震によって発生した津波によって破壊された。このため宮城県では運河の再生、復興ビジョンを策定している。かつて低山運河沿いには集落や川港が点在した。東日本震災後は運河沿いの一部地域は将来の津波被害を想定した災害危険区域に指定され、 住民は内陸へ移転している。低山運河の中で一番初めに改作されたのは、名取川川口と阿武熊川,川河口を結ぶ部分である。木栄堀と呼ばれ、江戸時代の絵図や文献には内川、内堀とも記されている。商和年間の絵図に描かれていることから、これ以前に完成していたのは確実だろうと言われている。 慶長年間はじめの1597年から1601年にかけて川村重吉が作ったという説もあるが、天下の行く末が不透明な緊迫した当時の状況下で大量動員が必要な改作事業が可能だったのか疑問をされている。木 A 掘りは水運のための運河だったが、同時に湿地の排水路でもあった。このことから神殿開発が進んだ。 元奈年間頃に作られたのだろうとも言われている。木英堀の名称は、この水路を使って木材を運搬したことに由来するものだろうと推測されている。木英堀、名取川、広瀬川を経由することで、阿武熊川と仙台城下工外とが結ばれたのである。次に改作されたのは、塩釜と七北田川河口の釜をつないだ部分で、これは、船入堀と呼ばれた。ただし、 水位の問題があって船入堀と七北田川は直接結ばれなかった。この運河が作られた時期もはっきりしないが、残されている当時の資料から漢文年間に竣工したと考えられている。船入堀も仙台城下への物流のための水路だった。それまで塩釜に見上げされ、仙台の城下まで陸送されていた船荷が船入堀の開作後は船入堀を伝って、 カモに入り、そこで七北田川に移し替えられ、鶴巻から船引き掘りで、仙台郊外の新潟県まで運ばれるようになった。船入り堀りが開通した影響で、船荷が素通りすることになった塩釜は一時、衰退するほどだったが、その後、仙台藩は一部の船荷の塩釜に上げを義務化し、さらに塩釜に、海域の免除や、その他の特権を与えたことで、塩釜は再興した。 明治時代になると、成瀬川川口に近代港湾として延びる畜港が建設されることが決まり、これに付帯して成瀬川川口から東西方向に伸びる運河の建設が計画された。北上川と成瀬川河口を結ぶ北上運河は1878年に建設が始められ、1881年に未完成ながら工事に影響なしとして船の航行が認められた。 工事が完了するのは1882年である。成瀬川川口と松島湾を連絡する東名運河は1883年に着工され1884年に竣工した。七北忠川河口と名取川川口の間の水路改作は明治時代初めに私族受産事業として行われ1872年に落成していた。しかし、 ニーボリと呼ばれた、この水路は、幅が狭く、1883年から1889年、かけて、新しく掘り直されることになった。この間、1887年に船入り堀の、終端だったガモウと七北田川の間が改作され、ここに拷門が設置された。こうしてニーボリと、木、エイホリと船入り堀が結ばれ、一続きの運河になった。この 当時の宮城県土木課長、早川智博が、仙台藩初代藩主、伊達政宗を忍び、その方号、随岸寺伝低山前里大古寺から低山運河と名付けたと伝わっている。運河開通後は、百合上と塩釜を結ぶ船がここを通って、運航されるようになった。1960年代後半に、仙台港の建設が始まると、その建設用地に含まれた。 低山運河の一部分は港湾内に含まれる形で消失し、仙台港から七北田川にかけての区間は埋め立てられ、運河の連続性が途切れることになった。2018年度調査での生物科学的、酸素用給料75%値は、北端の七北田川合流前で2 9ラム、l 中ほどの深沼橋で1.8、南京の名取川合流前で0.9であった。 阿武熊川と接続する低山運河。仙台市若林区、荒浜行事、半祖気随岩寺ホームページ。角川日本地名大事典4宮城県360ページ。宮城県の地名32ページ。運河群の再生と復興について2018年6月12日、閲覧河川空間を活用した大規模災害時の緊急輸送ネットワークの可能性調査を 初めて実施します。低山運が再生、福興ビジョン、立松宗由来の運が低山堀暮らしの記録、80年前の映像震災で消えた集落も、朝日新聞有刊2018年12月17日2019年1月14日、閲覧。仙台市通史編3328から330ページ。 仙台市通社編3335から336ページ。石巻の歴史、第二巻通社編109ページ。石巻の歴史、第二巻通社編112ページ。仙台市通社編6104ページ。変味政治、財団法人リバーフロント整備センター20、2011、ガモウミナミ河文、ウ門、水の道を支えた、テクノロジー。 日本建設工業新聞社ピアニッシも100から102、岩沼市,市718ページ。仙台市特別編9185から186ページ。仙台市市特別編9197ページ。仙台市環境局環境部環境企画課、仙台市の環境森の都環境プラン平成30年度実績報告書2019年11月30ページ。 ありがとうございます。